ダイナは、トヨタ自動車が販売する、小型、中型トラックである。新普通免許で運転できる、最大積載量1トンクラスの4、ナンバー小型仕様から、中型8トン免許で運転できる4トン積載クラスまで、幅広い車ーラインナップを有する。社名、ダイナは、英語、ダイナミックを短縮した言葉で、車内公募により決定された。 トヨペットルートトラック RK52 型をルーツとするトヨタの小型トラックとして誕生した。登場時はトヨエースより上級に位置していたが、1985年以降は双子車となり、仕様とラインナップが共通化された。1969年発売の3代目以降は、ダイハツ工業との共同開発となり、ダイハツブランドでもデルタとして販売されていた。後に、 ダイハツは開発から撤退し、1999年発売の7代目以降は、日野自動車との共同開発となった。2トン席以上の車種の製造もすべて、日野自動車で行われており、バッジ違いの双子車が、日野、デュトロとして販売されている。最大積載量1.25トンから1.5トン積載クラス平積みのディーゼル車は、車両総重量が3.5トン未満に収まっている。 また、2021年に競合車種であった日産アトラスガソリンが生産終了したことに伴い1.0トンから1.5トン積載クラスの小型トラックでは唯一ガソリンエンジンを設定している車種となっている。このため、2021年現在で発売されている同クラスの小型ディーゼルエンジントラック並びに小型ガソリンエンジントラックでは 唯一新普通免許で運転可能な車種となっている。1956年5月、R 型ガソリンエンジンを搭載した1から1.5トン積のピックアップトラックであるトヨペットトラック RK23 型の車種を利用し、より荷台の長さを稼ぐことができるセミキャブオーバー型としたトヨペットルートトラック RK52 型を発表。これがダイナのルーツとなる。 1957年1月、モデルチェンジで、RK62 型となる。この新しいルートトラックは、曲面1枚ガラスのフロントウィンドシールドを持った、新しいデザインのキャブをまとい、さらに R 型エンジンを 48HP から50を HP へパワーアップし、ライバルたちの構成に対抗した。簡素で、実用一点張りのトヨエースに比べ、 バタ臭クサク高級感あふれるスタイリングは、関東自動車工業の協力によるもので、生産も関東事項が担当した。1958年4月、2トン積みの RK70 型を発表。R 型エンジンは 55HP から 58HP となり、4足、マニュアルトランスミッションも2から4足が、シンクロメッシュとなった。同年7月、 法改正により小型車の規格が変わったことにより、ホイールベースを 2530mm から小型の上限である 2750mm とした長尺の RK75 型を発表した。1959年4月、国産車では初となるティルティングキャブを採用した RK85 型を発表、さらに変速レバーをフロアからコラムシフトに変更し、 三人乗りを実現した。K76 系、r k 7など1959年5月、ユーザーの中で、ボンネット型とセミキャブオーバー型の二つのトヨペットトラックの区別が分かりづらいとの声が増えてきた。そのため、トヨタ自動車工業、トヨタ自動車販売、トヨペットトラック販売店の社員による愛称募集が行われ、 応募総数3013通の中から、ボンネット型は強い、頑丈な、勇敢ななどの意味の英語から、スタウト、セミキャブオーバー型は力強い、動的ななどの意味を持つ、ダイナミックから、ダイナと名付けられた。双方とも、モデル途中での解明である。K170K、RK170JK170 など1963年3月、モデルチェンジ。同時に、 ライトバス RK170 バイトも登場する。このクラス初となる4等式ヘッドライトを採用、スタウトと共用だったフレームも仮想性の高い専用のものに一新される。1960年9月に登場したイスズエルフディーゼルは爆発的なヒットとなり、ダイナは新車効果をもってしても販売台数2位を保つのがやっとの状況となっていた。それに一矢報いるため、 直列四気筒、オフ、排気量二千三百三十六 c c の下流質式、ディーゼルエンジンの J 型を搭載した、j k 百七十型を九百六十四年三月に、追加、同年九月には再び首位を奪い返すことに、成功している。三代目ダイナ高床三代目ダイナダブルキャブ U10、K、RU10、12D、十五 b u 1 0 12D、 1 5 h 1風 15H1969 年2月、ダイハツ工業との提携で、当時最も成功した例となった U10 系が登場する。以後、3回マイナーチェンジを繰り返している。日本国内では、モデルチェンジによって1977年で販売を終了しているが、トヨタ自動車75年市によると、国外向けは2000年代前半まで生産。 販売が続いていた模様である。再び、ホイールベースを長く取ったセミキャブオーバースタイルとなり、またダイハツデルタトラックとの共通化が図られるが、デルタでは、ダイハツ製エンジン搭載車が中心となった。ダイナのテーマカラーとして現在まで続く、ターコイズが初めて設定された。姉妹各社のテーマカラーは、トヨエースが青、ダイハツデルタがオリーブ色である。 ライバル社のディーゼルエンジンモデルの充実の前に、ドライバビリティや信頼性にやや難のあった J 型に代わり、ダイハツが設計の一部と生産を担当した B 型をメインに据えたディーゼルモデル中心のラインナップとなった。この B 型エンジンはディーゼルならではの経済性や低回転域の粘りに加え、高回転までおどみなく吹け上がる性格で、トラックのディーゼルエンジンに 月物のの鈍重なイメージを払拭した。B 系列は最終的に 4.1L にまで拡大され、直噴、ターボ、4バルブ、LPG 仕様などのバリエーションを増やし、30年以上に、渡りトヨタの商用エンジンの屋台骨を支え続けた。トヨタ、ダイハツともにより排気量の大きな自動車用、直列4気筒ディーゼルエンジンの生産が行われていなかったため、 三トン積みなどの重量車には直列6気筒オフ 3.6L の下流出式 H 型ディーゼルエンジンを搭載した。長い6気筒を積んだためラジエーター位置が前進し日常的なメンテナンスにも支障が出るため苦肉の策としてフロントグリル中央に冷却水補給口が設けられている。また2代目までの設計と生産を担当した関東事項は トヨタの乗用車とそれをベースとした商用車の生産に専念することとなり、この台から6台目まで、1985年のフルモデルチェンジからボディを共通化したトヨエースと共に、グループの岐阜車体工業が生産を担当するようになった。4代目ダイナロング、4代目ダイナジャストロー U20、u 5 0 RU2、3VU2、3、4、5 20、フ26、 30、40、50、26、40、50など1977年8月フルモデルチェンジ。ダイハツデルタに加え、日野レンジャーにとして、日野自動車向けに OEM 供給が開始される。セミキャブオーバーでは足元にホイールハウスが張り出すため、運転席の居住性改善と荷大拡張を目的に、セミキャブオーバーからキャブオーバーへ変更された。 前後異形タイヤのジャストローが設定される。OEM 先のダイハツデルタにもローデッキの名で設定された。ルート版の車体も新規設計となったが、これの B ピラー以降は6台目まで流用された。5台目ダイナ155台目ダイナ200標準キャブ、200、300シリーズ U60U90KA、U6、70BU6、7、8、975 85、9など100、150シリーズ Y50、y 6 0系、U5、61D5、6など1984年9月、200、300シリーズ登場。5代目トヨエース G25、G35 シリーズとの共通化が図られる。ディーゼルエンジンは、従来の B、3バイト型に加え、直噴式のレイズ11バイト、13バイト、13バイト、T、 14バイト、14バイト T 型が追加され、主流となる。直列6気筒ディーゼルの H 型は廃止され、後継には、日のせい、直列4気筒4.0リットル直噴の1、ワット型が採用される。また、ガソリンエンジンも RK から YK へ変更される。同時期に、LPG 車が再設定される。生協向けの一トン積は、タクシー用の 3YP 型を、 搭載、ニトン石系は 3RZP 型を搭載し、東京都をはじめとする人会社し、LPG 事業者向けに設定される。ルート版も同時にモデルチェンジされたが、b ピラー以降は四代目を継続。1985年5月、三代目、ハイエーストラック H80、H90 系と共通化を図った、軽石祭の第700、150シリーズが追加される。 1987年ヘッドランプを丸型4灯から、角形4灯に変更。助手席側スライドドアを設定。1988年マイナーチェンジ。ドアガラスを2分割から1枚へ変更。1989年2トン及び3トンの標準。キャブに4 w d を追加。ディーゼル車は、平成元年排出ガス規制に適合。1991年ワンパート。 ステップや、ドアシソの泥汚れを抑えるコーナーベーンが、ボディ動色となる。6代目ダイナ1 0 6代目ダイナ200ワイドキャブ4、WD200 シリーズ FB4、FB5KKCFB4J、5倍とい U100 から200 BU、200KKCBU1、BU200 シリーズ Y100K、U1D1 など1995年5月、登場。平成6年排出ガス規制適合。 三トン積級のワイドキャブ車は、日野・レンジャー FB 系の OEM となる。キャブは350シリーズを除いて、先代型からのキャリーオーバーであるが、フロントマスクと内装が、大幅に変更されている。ルート版の B ピラー以降は、この台まで4台目が続いた。1996年高機動車の車種を短縮し、ダイナのキャブを乗せたスーパーダイナを発表。東京消防庁、 名古屋市消防局、大阪市消防局、福岡市消防局に救助工作者法型として2台1組導入され、森田が仮装している。また、ダンプを除くディーゼル車の標準、キャブに全輪独立喧嘩仕様を設定するとともに、運転席、エアバッグもオプション設定。一トン席計にも 4WDE を追加した。 1997年キャビンをフロントタイヤの前に出すことで低消化を図った超低消キャブのイージーライディングを設定。大口顧客のコカ・コーラボトリング、佐川急便、JAF などでも多数派とはならず、販売台数が極端に少なかったため、1台限りで廃止された。1999年1トン積系のディーゼル車は平成10年排出ガス規制に適合。 日野、デュートロトヨタダイナ7代目ダイナカーゴ7代目、ダイナルートバン跳ね上げバックドア u 3 0 0から500系、Y200 系1999年5月10日、登場。この台より日野との共同開発者となり、日野、デュートロと共通のモデルとなる。基本車型は、カーゴ、ダンプ、ルートバンの3種。ルートバンの車体は3世代ぶりに刷新され、B ピラー以降が、 1> h 1 0 0系ハイエースの流用となる。バックドアはこれまで通り、跳ね上げと観音開きとが選べる。積載量2トン以上の車両は、日野からの OEM 扱いで、平成10年排出ガス規制適合の4倍と、日野製の S05C、S05D、J05C の各エンジンを搭載。当初はディーゼル系のみで、ガソリン LPG エンジン車は1年遅れて2000年5月に、 フルモデルチェンジされた。2001年6月、1トン積計も遅れて、フルモデルチェンジ。ガソリンエンジンは3 y から 1rz-e に変更された。ディーゼルエンジンは5リットルを搭載。1トン系はこの時から、先行的にウインカーがヘッドライト横にあるデザインとなっている。ヘッドライト本体とポジションウインカーのコンビランプが分割されているのが、初期型の特徴である。 テールランプは4 0系ランドクルーザーの流用であるが、反射板がブレーキレンズ内にあるものとなっている。2002年5月30日にトンセキ系を一部改良。フロント周りを一新したほか、車内騒音を低減。また、LPG エンジン車をワイドキャブ車に新設定。テックスには、ベース車両における一部改良を受けたほか、アルミアウリの設定を追加した。 一トン系と同じく、ウィンカーがヘッドライト横に移動したが、ライトユニット自体は、コンビランプを一体化したものになっている。2002年9月25日関東地区の7都県市、及び関西地区の6府県市の抵抗会社指定制度に、適合した抵抗会社を設定。排気を再循環する EGR システムや PM 低減装置付けマフラーを、 採用した4.9リットル S 零後、D 型酸化色媒付けディーゼルエンジンを搭載し、排気ガスに含まれる有害物質を低減し、環境性能を高めた。また、東京都が定めるディーゼル車規制条例に適合すると、共に2005年に規制強化された PM 排出基準も先んじてクリアした。なお、PM 低減装置付けマフラーは、 同年10月1日より販売店装着オプションに追加され、すでに販売された7代目のダイナトヨエースの二トン石系の S05CE 型、S05D 型、J05C エンジン搭載車にも装着可能となった。2003年5月26日にトン石系を一部改良。3RZFE 型、3RZ フップ型、1BG フップ型の排出ガスを、 クリーン化し、平成13年排出ガス規制に適合するとともに、有低排出ガス車認定を取得。また、ガソリンエンジン LPG エンジン、CNG エンジン搭載車では、オルタネーターの発電力をアップし、3RZFE 型エンジン搭載車には、AT 車が追加された。2003年7月23日、トン積計を一部、改良。 ガソリンエンジン車に2.0リットルの1 t r f e 型を新搭載。出力性能のアップと環境性能認定取得を両立させた。LPG 車は燃料制御を高精度化したことで排出ガスがクリーン化され、有低排出ガス認定を取得。また、ガソリンエンジン車の AT 車には新たに4車系が追加された。外見上の変化として、 デザイン自体は変更されていないものの、ヘッドライトはウインカーポジションランプと一体のものになり、ライトユニットの分割線が消えた。テールランプも変更され、引き続き40系ランドクルーザーの流用となるが、反射板がレンズ状にないものに変更され、テールランプの下に丸型の反射板が装備されている。2003年8月20日にトンセキ系に日野自動車と共同開発した。 クリーンディーゼルシステム DPR 搭載車を追加。これは4.0リットルの新型ディーゼルエンジンと PM の低減に寄与する新開発触媒が組み合わさったシステムで日本初となる平成12年基準流子場物質85%低減レベル達成と両低排出ガス車認定を同時に取得。なお、N04CTB 型と N04C TD 型の基本仕様は同一だが、N04CTD 型では、下級圧を連続制御する、インタークーラー付け可変ノズル式ターボチャージャーも、搭載される。ハイブリッド主要部2003年9月3日にトン積系に、日野 HIMR システムをベースとした、パラレルハイブリッド方式のハイブリッド車並びに、N04CTA 型と、多孔質セラミック構造体と NOX。 急増還元型三元触媒からなる新開発触媒を組み合わせたクリーンディーゼルシステム DPNR 社を設定。いずれも小型トラックにおいては世界初の仕様である。また先行で発売されたクリーンディーゼルシステム DPR 社には TEX が追加された。 2004年5月10日にから4トン積計をマイナーチェンジ。ハイガス規制強化により、自社製の4バイト及び15バイト、ふとエンジン車を廃止、日の製 N04CA 型、S05DD 型、j 0 5 d t b 型を新搭載これにより、2003年に追加された仕様と合わせ、ディーゼルエンジン車全車が新短期規制に対応すると、もに、 平成12年基準粒子状物質85%低減レベルを達成。また、N04CTB 型及び N04CTD 型エンジン搭載車には、シン性規制の6速 AT を追加するとともに、ハイブリッド車には、デッキ付けを追加。また、4WD 車は、ビスカス式 4WD を採用したことで、路面状況に応じ。 必要な時のみに四輪駆動させることが可能になったため、旋回性やタイヤの耐摩耗性を向上。また、フロントサスペンションの独立喧嘩採用で乗り心地を向上させるとともに、荷台床面を約 90mm 低床化した。テックスでは、ベース車のマイナーチェンジに加え、各特装車の装備を充実させた。2004年7月29日、トン積計を一部改良。 ディーゼル車に2.5リットルの 2KD 回 TV 型を新搭載。さらに全車には運転席 SRS エアバッグが標準装備され、一部タイプを除きシート表皮も変更された。また、テックスでは先にマイナーチェンジされた2トン席系、4トン席系とほぼ同じ改良を受けた。2006年9月7日にから4トン席系のディーゼル車をマイナーチェンジ。 エンジンを改良型 N04C 系列に一新したことで、小型トラック発の平成17年排出ガス規制に適合するとともに、低排出ガス重量車認定を取得。内装では、シフトレバーは、AT 車はインパネに配置され、MT 車は加東式に変更した。パーキングブレーキも位置を低めにし、加東式に変更した。外装では、 フロントのラジエーターグリルを水平基調に変更した。また、新型シャシーやコイル式独立喧嘩サスペンションなどを採用したことにより、2007年6月に開始された新運転免許制度における普通免許で運転できる最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満の車両設定を拡大した。また、同年十月四日にはハイブリッド車もマイナーチェンジされた。 2から4トン積系ディーゼル車の内装、外装の改良に加え、N04C 型ディーゼルエンジンの改良や、駆動用モーターの小型、高出力化、インバーターの大容量化、バッテリーの高出力化などを行い、性能を向上。これにより、低排出ガス重量車認定取得に加え、小型トラック発の平成27年度重量車燃費基準を達成。 2007年5月9日にから3トン積計のディーゼル DPNR 搭載車、ガソリン車、LPG 車をマイナーチェンジ。ディーゼル DPNR 搭載車にも改良型 N04C ディーゼルエンジンを搭載した、ほか、ガソリン車には2.7リットルの 2TR、FE 型を搭載したことで、LPG 車を含め、平成17年排出ガス規制に対応。また、 ディーゼル DPNR 搭載車と LPG 車は、低排出ガス重量車認定を取得し、環境性能を向上した。また、外装、内装もニから4トン積系ディーゼル車、ハイブリッド車と同等の改良を受けたほか、ガソリン車は、新運転免許制度における普通免許で運転できる車種を拡大設定した。二千七年八月十一日一トン積系のディーゼル車、 ガソリン車を一部改良。ディーゼル車は、クリーンディーゼルシステム DPR 採用の一 KDKTV 型を浸透載。ガソリン車も触媒を改良し、平成17年排出ガス規制に対応。また、フロントのラジエータグリルを水平基調に変更。内装では、加灯式、パーキングブレーキの位置を低めに変更し、作業効率を高めた。また、 11月22日には、LPG 車も一部改良を受けた。ディーゼル車、ガソリン車の外内装の変更に加え、電子制御式 LPG 液体噴射方式を採用した HTR フップ型を新搭載。これにより、平成17年排出ガス規制に適合するとともに、低排出ガス認定車を取得した。二千七年十二月十七日にトンセキ系のディーゼル車。 ガソリン車を一部改良。動力性能の最適化と高性能を触媒。DPR を搭載し、平成二十七年度重量車燃費基準を達成したディーゼル車を追加するとともに、エンジンイモビライザーシステムを標準装備した。二千九年三月二日、一トン席計を一部改良。大型サイドターンランプを装備するとともに、ルート板にはハイマウントストップランプを追加装備し、 バックドアを観音開き式に変更した。2009年7月1日にトン席計を一部改良。ディーゼルハイブリッド車において、より低回転で高トルク化を実現したディーゼルエンジンの搭載により燃費を向上。また、全車において、透過機規制対応の大型サイドターンランプを装備した。2009年11月9日にトン席計を一部改良。 ディーゼル車のうち、N04CTJ 型エンジン搭載車の一部車型を N04C 上型に変更し、燃費を向上。これにより、平成27年度重量車燃費基準を達成した。2010年2月10日にトン積計を一部改良。ディーゼル車のうち、N04CTJ 型エンジン搭載車の一部車型を N04C 上型に変更するとともに、 マニュアルトランスミッションを6速に変更。これらにより燃費が向上され、平成27年度燃費基準を達成した。2010年7月27日トン積計を一部改良。ディーゼル車において高性能触媒、d p r の改良などを行い、平成21年排出ガス規制に適合すると、共にピエゾインジェクターの採用などにより、 燃費も向上されたため、カーゴの使用者型で平成27年度燃費基準を達成。ガソリン車もエンジンの制御変更等を行い、一部の車型で平成27年度燃費基準を達成した。また、ディーゼル車とガソリン車にはエンジンイモビライザーシステムを標準装備した。2012年5月17日、トン積計を一部改良。 助手席側前輪付近の下方視界を確保するためのワイドビューミラーや対向車や歩行者への減枠を低減するフロントフォグランプを装備しやす全面を強化。ディーゼル車には触媒の浄化を手動で補うことができる排出ガス浄化スイッチを標準装備するとともに一部車型を除き基準値よりも NOX を10%低減したことで 平成21年排出ガス基準10%低減レベル認定を取得した。2012年5月30日一トン積計のルート板を一部改良。先に一部改良を受けたカーゴ、ダンプ同様にワイドビューミラーフロントフォングランプ排出ガス浄化スイッチを標準装備した。2015年4月14日一トン積計を一部改良。 ルート板を除く前車のフレーム交端にリアエンドクロスメンバーを追加したことで後方から追突されたサイのデッキカブレーの潜り込み防止に寄与した。また、メーカーオプションにお端子と USB 端子を備えたオーディオが新たに設定された。さらにメーカー完成特装車テックスのラインナップにアルミ板が追加された。2016年9月26日一トン積計を一部改良。 ABS を全車に標準装備したほか、キャブデザインを二トン席系に準じたデザインに刷新し、ヘッドランプをマルチリフレクター式に変更。室内は足元スペースを広く取り、助手席から中央席にかけてフック付けの大型オープントレーを新たに配した。日野デュトロトヨタダイナ八代目、ダイナワイドキャブ2011年6月15日、二トン席系を フルモデルチェンジ。今回もデュトロの OEM 車種で、日野自動車の羽村工場で生産される。エンジンは、高圧コモンレール式燃料噴射システムや DPR を刷新し、燃費向上や、さらなる排出ガスのクリーン化を実現した5種類のディーゼルエンジンを設定。ハイブリッド車は、アトキンソンサイクルの専用エンジン N04C ウル。 型とアクセルブレーキの2ペダル操作を可能とする専用高速 AMT を採用。エンジンとモーター兼発電機の間にクラッチを介することでモーターのみで発進できる新開発のハイブリッドシステムを搭載。これにより2トン積車で 1.0kmL、3トン積車で 1.4kmL の燃費向上を実現した。ディーゼル車は N04C ウム型。 N04CUN 型、N04CUP 型、n 0 4 c, c u 9型を設定し、トランスミッションは6速 AT5 速 MT6 速、MT の3種類を用意。また、AMT 車と AT 車には、アイドリングストップ機能を標準装備し、AMT 車と MT 車には、エコドライブをサポートする、エコランシステムを標準装備し、実用燃費向上に寄与した。 内装面ではインパネを改良し、膝前部分や下部の形状を工夫したことで、中央席の足元スペースを拡大したほか、助手席から中央席には大型オープントレイを配置。ワイドキャブは、キャビンパッケージそのものを刷新したことで、ドア開口部拡大、乗降ステップ大型化、乗員スペース拡大等により居住性、乗降性を向上するとともに、 フロントデザインもキャビンの前、絞りやバンパーコーナーの形状を工夫したことで、空力性能も実現した。安全面については強度を保ちながら、ピラー断面を極力薄くし、広く見やすい視界を確保するワイドビューミラーと車両側面後方の視界を拡大し、巻き込み事故防止に寄与した二面鏡ミラーを標準装備するとともに、小型トラックでは、 世界初となる VSC のオプション設定を追加した。ハイブリッド車はグリルとドアに専用ストライプを採用し、トヨタエンブレムもプリウス等のハイブリッド車に採用されているシナジーブルーを施した仕様となった。なお、ガソリン車、LPG 車についてはディーゼル車と同等のデザインに変更した程度である。2012年4月9日、ニトン石系を一部改良。 ディーゼルハイブリッド車及び n 0 4 c u q 型を除くディーゼル車において平成21年排出ガス基準10%低減レベルの認定を受けるとともにディーゼルハイブリッド車は平成27年度燃費基準プラス10%も達成した2012年9月3日2トン積計を一部改良2013年1月試行の浸透化機類 保安基準に合わせてカーゴ及びダンプに後部反射板を装備するとともに n 0 4 c u q 型を搭載したディーゼル車は環境性能の向上により最大積載量4.0トン超の9形式において平成27年度燃費基準を達成した2013年4月15日2トン積計を一部改良軽い操作力で 制動可能な電動パーキングブレーキを高所作業車のディーゼル MT 車や人海車のディーゼル MT 車、ディーゼルハイブリッド車に標準装備、ダブルキャブ車を除くカーゴのディーゼル MT 車、ディーゼルハイブリッド車、ミキサー車のディーゼル MT 車にはオプションで設定した。また、ダブルキャブ車を除くカーゴのディーゼルハイブリッド車の電動パーキングブレーキ装着車は、 シフト操作と連動して作動するパーキングブレーキポジション機能付とすることで安全性に配慮した。2015年4月8日、ニトン積計を一部改良。これまでオプション設定となっていた VSC をディーゼル車に標準装備するとともに電動パーキングブレーキの設定仕様を拡大し、高所作業車や人会車は全仕様に標準装備ディーゼルシングルキャブ車は すべての仕様でオプション設定した。3トン席系のガソリン車を廃止した。2016年4月7日、2トン席系を一部改良。全車ヘッドランプのマルチリフレクター化、およびフロントバンパーの形状の異常の変更のほか、2トン席系トラックでは、初採用となるプリクラッシュセーフティと、レンデパーチャーアラートを、標準キャブの車両総重量5トン未満の一部車型に、 標準装備したほか、スマートエントリースタートシステムを新たにオプション設定した。2017年4月18日、2トン積計を一部改良。プリクラッシュセーフティとレーンデパーチャーアラートを LPG 車を除く全車に拡大して標準装備。環境性能はディーゼル車のうち車両重量が7.5トン超の車両が、 平成28年排出ガス規制に対応したほか AT 社は重量車モード燃費を向上した2018年4月4日2トン積計の一部改良が発表されたディーゼルハイブリッドアイドキャブ車においてハイブリッド制御システムの改良と AMT の多段化が行われたことで重量車モード燃費が向上されたほか車両総重量7.5トン未満の車型が 追加設定された。2019年4月17日、ニトン積系の一部改良が発表された。インテリジェントクリアランスソナー、バックカメラデジタルインナーミラー、LED ヘッドランプを LPG 車を除く全車に標準装備。また、フロントグリルを新デザインのカラードに変更されたほか、4.2インチカラー。 TFT マルチインフォメーションディスプレイやハンズフリー、通話機能付けオーディオも標準装備された。環境性能では、車両総重量7.5トン超に加え、7.5トン以下のディーゼル車やディーゼルハイブリッド車にも、尿素フリーの高性能を触媒、DPR2 が搭載された。2020年4月9日、2トン積系の一部改良が発表された。 LPG 車と消防車,車シ,ャシーを除く全車に採用されているプリクラッシュセーフティの検知機能向上により夜間の歩行者や昼間の自転車運転者の検知が可能となり電動パーキングブレーキのレース設定をダブルキャブ車を除く全車にオプション設定した2020年5月1日東京都を除く全ての地域での全車種平媒化に伴い 大阪トヨペットを除くトヨペット店、一部地域を除く、カローラ店やネッツ店での販売を開始。大阪トヨペットを除くトヨペット店では2020年3月末で、販売を終了した姉妹社のトヨエースに代わって、取り扱われる。2021年3月25日、ニトン石系が一部、改良された。カーコの搭載エンジンを3タイプから2タイプに見直され、 N04CVT 型を N04CWD 型へ換装され、ワイドキャブには、高所作業車専用のキャブ付け写真を新たに設定。ありがとうございます。